テト構成は、ベトナム戦争において1968年1月30日夜から展開された北ベトナム人民軍及び南ベトナム解放民族戦線による南ベトナムに対する大構成である。この動きは、結果的にベトナム戦争最大の天気となった。テトとは、不死という漢字のベトナム語読みで、この場合はベトナムの旧正月を指す。 旧正月の祝日であるテトの期間は、南北ベトナム軍双方、暗黙のうちに休戦期間とする慣例があった。しかし1968年は、北ベトナムと海放戦線側は、南ベトナム全土での大規模なゲリラ攻撃を7ヶ月前から企画し、私服の戦闘員を各都市に浸透させ、拠点に武器を集積するなど準備した後、1月30日未明、 一斉に放棄した。北、ベトナムによる、奇襲、大攻勢であったが、南ベトナム側も一部地域の休戦を取り消しており、両者の間で、停戦協定違反をめぐって、避難合戦が行われた。南ベトナム全土の政府施設、インフラストラクチャーアメリカ側の施設、軍事拠点が攻撃対象にされたが、中でも、増え、 南ベトナムの首都サイゴンは最重点目標とされ、サイゴンではタンソンニャット国際空港とアメリカ合衆国大使館に攻撃目標が置かれた。ほとんどの都市で北ベトナム軍による軍事行動が取られ、今朝の米軍重砲基地も攻撃対象に含まれていた。特にダナンでは大激戦となった。NLF に一時占拠されたサイゴンのアメリカ大使館一般に、 攻撃側の士気は非常に高く、最後ゴンのアメリカ大使館は解放戦線側に一時占拠された。アメリカ特命全権大使、中ベトナム軍総司令官は辛くも難を逃れた。南ベトナム大統領官邸も解放戦線に襲撃されたが、こちらは南ベトナム軍側が防衛に成功した。やがてアメリカ軍と南ベトナム軍の爆撃によって、 構成側が確保した拠点の多くが奪還されていった。北ベトナム軍総司令官のボーグエンザップは、テト構成には反対の立場であったが、他の北ベトナム軍幹部らや、南ベトナム解放民族戦線に押し切られる形で、作戦を実行することとなった。南ベトナム解放民族戦線と、北ベトナム軍は、都市の密集した人口が盾となり、 南からの攻撃から守られると想定していたが、実際には、チョロン、フエ、ミト関東はじめ都市部の人口密集地域にも、アメリカ空軍とサイゴン政府空軍により、猛爆が加えられ、民衆もろとも多大な犠牲を払うこととなった。フエ事件南ベトナム解放民族戦線は、占領した町で、南ベトナム政府関係者を、形だけの路上裁判で、次々に処刑していったが、 その中には文民や修道所も含まれていた。笛ではあらかじめ処刑者の名簿が配られており、名簿に名前がある人物は、ほとんどが後頭部に銃弾を打ち込まれて射殺された。この攻撃は結局、南ベトナム解放民族戦線への恐怖を南ベトナム国民に知らしめる役割を果たした。南ベトナム自体はメディアを通じて世界に報道された。特にテレビにより、 生々しい映像がその日のうちにアメリカ合衆国に伝えられ、世論に大きな影響を与えた。また南ベトナムの国家警察総監グエン・ゴク・ロアンは、サイゴンの路上で解放戦線の捕虜、グエン・バンレムとされる人物を拳銃で即決処刑した。その残酷な場面はカメラマンのエディ・アダムズに撮影され、世論に衝撃を与えた。アダムズはこの写真、 1969年度、ピューリッツァー賞ニュース速報写真部門を受賞した。軍事的には期待していた、都市住民の加勢を得られなかった、解放民族戦線側は、損害の大きさの割に成果が少なく、戦術的な面で見れば、攻撃は失敗であった。しかし、一時的にせよ、アメリカ大使館が占拠された事態は、ベトナム戦争の終結は間近であると知らされていた。 アメリカ国民に衝撃をもって受け止められた。アメリカの策的撃滅、農村平定という戦略の遂行は困難になった。特に笛やチョロンその他デルタ地帯の都市部への空爆の実態なども改めて米国民の知るところとなり、アメリカ本土のベトナム反戦運動は非常に高まった。これにより、 アメリカ合衆国大統領リンドン・ジョンソンは、ウィリアム・ウェスト・モーランド司令官を解任し、次期アメリカ合衆国大統領選挙への出馬を自ら取りやめた。このような理由から戦略的には解放戦線が成功を収めたと言える。アメリカの反戦運動を盛り上げ、ジョンソン政権には大きな圧力を加え、結果的にアメリカ合衆国連邦政府の経戦意志の転機と、 なったテト攻撃で、北、ベトナムが得た政治的成果は大きかった。当初は構成へ、反対意志を示していたボーグエンザップも、結果として、戦略的成功であることを認めたと言われる。以後、アメリカは脱ベトナム政策の、名誉ある撤退という方べを模索するようになった。ありがとうございます。